本日は竹山プロに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。まずゴルフサバイバル優勝おめでとうございます。ありがとうございます。なかなか過酷なやつ優勝するのは大変ですよね。はい、3回目の出場だったんですけど、一番緊張せずに楽しく回ってたら優勝しちゃったっていう感じでした。最初のホールがバーディーだったんですけど、その後もずっとパーでしのいでて、で今まであまり得意でなかったアプローチパターが結構良かったので、はい、サドンデスも勝ち上がれて、はい、結構テレビで見てたら霧はすごい出てて、セカンド地点とか見えないような。そうですね、すごい悪天候で、朝は雨が降ってたんですけど、はい、止んだ途端あんなに霧が出てきて、もうとりあえず行けみたいな感じでした。あれはもうほとんどセカンドして見えない状況で打っていく感じですか？最初の方は全然見えなかったです。後半に行くにつれて晴れてきたんですけど、はい、その中でもティーショットすごい安定してる感じの。見えない方がいいかもしれないですね。クラブのスペックっていうと、はい、ドライバーはもうピンの新しいヘッドに変えられてたんですか？そうですね、G410 で、はい、でシャフトがレイブさんのインパクトボロン、はい、リボルバー、リボルバー、ありがとうございます。スペックが S ぐらい？そうですね、 S です。はい、いい感じですか、その組み合わせも。すごく本当良くて、もう全然フェアウェイ外さなくなってきて、はいはい、最近本当見ててもなんかこう、もうフィニッシュの時点で球まっすぐ行ってるから、すぐなんか目線を、ね、変えるぐらい安定してますよね。そうですね、周りからもすごい安定してるって声をよくいただくんで、私も嬉しいです。相当もうティーショットは全然怖くない。もうはい、一番の得意クラブがドライバーです。よかったです。ありがとうございます。さ、優勝したんですけども、はい、その優勝100万円、はい、の使い道っていうのはもう使っちゃったんですか？いや、まだ、まだ大事に取ってありますです。本当お世話になった人たちにちょっとプレゼントしたり、 あとは家族でちょっと食事とか行きたいなって思いながら、まだ行けてないんですけど。はい、ですね、いいですね、みんなで食事だったらね、お父さんとお母さん喜ぶでしょうね。そうですね、ちょっとだけ恩返し、親孝行っていうか。去年もね、600万でしたっけ？はい、600万。姫路オープンも優勝してるし。はい。すごい。今のところ溜まってるんですけど、すぐなくなっちゃうかもしれないんで、また貯めないといけないですけど。今年もステップアップツアーとかで優勝できたら、はい、そうですね、今ちょっとずつ調子が上がってきてるんで、この調子で次はLPGA の試合で勝ちたいです、はい、あ、ですね、はい。じゃあ最後にちょっとなんか、はい、得意なドライバーの感じを、はい、ちょっと、まあ、それグリップ交換しちゃったんで、あ、そう、前のやつでちょっと。スキライン。すごい強弾道飛んでますね。今いい当たりでした、ね。はい、初速もやっぱ62って、なんか来るたんびにどんどん上がってってるようなイメージが。あ、本当ですか。はい、2月に宮古島の方に合宿行かしてもらって、はい、その時にトレーニングを頑張ったら、ちょっと飛ぶように、はい、力強くなりました。スピン量少ないんでね、強い球で行くからだいぶ減ってきました。はい、いいですよね。最初すごく多かったのでちょうどいいぐらいなってます。あとスコアについて。フェイン。素晴らしい。力感がなくていいですよね。そうですね。安心して見てられるような。なんかすごい皆さんにもう軽く振ってるのになんで飛ぶのって言われるんですけど、まあ、体がちょっと体格がある分いやいや、そんなことないですよ。多分技術的にも多分うまくシャフト使えたりとかしてるんだと思うんですよね。ありがとうございます。
キウェイ今のいい感じに出てますね、数値すごい良かったです。おおこのぐらいいけてたら楽しみですね、今年は。なんか今最近そのドライバー安定してきた時にこう気をつけてることとかあるんですか？まあ、リズムはずっと意識してるんですけど、あとあのちょっと今までよりも何ですかね、フル加速をちょっとつけるようなのを意識してて、しっかり体重乗ってからグッと持っていけるのを今まで以上に意識するようになりました。加速のタイミングって自分だとどこら辺で加速させるってイメージあるんですか？トップに上がるかなぐらいの時にグッともう力を前に持っていくようなイメージですね。だからなんか綺麗になんか捻転差というかこう上が置いてかられてこう来てる感じありますもんね。そうなんです。あの前までは上で一回止めるぐらいだったんですけど、もう止める間もなく持っていくようにしたらちょっとスピード上がりましたね。だからその切り返しもスムーズになって多分安定してるんですかね。だと思います。ありがとうございます。いいアマチュアの人もね、そうしたら加速できるかもしれないんでね、はい、そうですね。結構皆さんアマチュアの方ここまでが速くて、ここからアマチュア方が多いんで、もしかしたらその方あの前に持っていく方がいいかもしれないですね。ぜひぜひアマチュアの人やってほしいですね。本当ですね。スコアアップに。ありがとうございます。はい。じゃあ本日は竹山、はい、プロに来ていただきました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。